でまずまあ最初のうちに言っておきたいのがですねもう,もう最近有名になってきたんですけどよく大気摩擦といいう言い方をします。あれがまあ間違いだということだけはちょっと覚えておいてください。巨大大なものが地球にに落下してきてき気に当たりますでこれまでの通説ではですね空気がこの表面をこすって摩擦ですねこの摩擦熱で熱を持つというふうに思っている人が多かったんですけど実際そうじゃないそうじゃなくてこの 巨大な物体がです、ね、地球に向かってマッハ20とか30という速度で落ちてくるそうすると空気がこれ避けきれないんですよね避けきれなくてですねこの正面で避けきれなくなった空気が圧縮されるとこれ高校の物理とかで習う中学でも習うかなあの断熱圧縮ということで,ですね外と熱のやり取り外の毛と熱のやり取りができない状態で圧縮されると物質の温度は上がります。で ここはですねあの極めて速い速度でいあの物が来てるからですね外の毛と温度のやり取りができないんですねで空気がギュッと圧縮された結果ですね大体ですねあのアポロ宇宙船であれば、えー、摂氏5000度から6000度ですね、えー、スペースシャトルでもですね1000度から2000度の間ぐらいにまで温度が上がると言われてますだからあくまでこれは大気摩擦じゃなくて空気がギュッと圧縮される熱なんですね岡田夫の切り抜きき、動画をご視聴いただき ありがとうございました。他にも岡田敏夫の切り抜き動画を多数揃えておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄やコメント欄もチェックしてみてください。